ミートソースはボロネーゼに類似した日本の洋食におけるパスタソースの一種。日本ではパスタのうちスパゲッティに乗せることが多く、ナポリタンと共に馴染みの深いものの一つとなっているメニューである。日本ではミートソースはスパゲッティソースのスタンダードとして定着している。ミートソースはボロネーゼがアメリカに渡った後、そこでアメリカンスタイルに変化したものを指す。 ボロネーゼはトマトペーストを使うのに対しアメリカのミートソースはトマトケチャップを使い砂糖やウスターソースなどで甘みを加えることでボロネーゼよりも甘めに仕上げる出来上がりはソースの見た目がかなり異なり汁気もそぼろ状に水気がなくなるまで煮込むのがボロネーゼであるなお完全に混ざるまであえるのでなく予想のが日本スタイルであるあるいは麺を ナポリタンのように炒めたりすることもある。ナス、ピーマン、キノコなどを具材に加えることも一般的である。ソースに使う肉は牛肉、あるいは牛、豚の合いびき肉がポピュラーである。1881年に開業した新潟県、新潟市のレストラン、イタリア県が日本初のスパゲッティミートソースの提供者であるとする。説があるが、いつ販売されたかは明らかではない。 この説に対し、東京、銀座の、レンガ亭のオーナーは、遅くとも、大正時代にはメニューに、これを書き加えていることを明かしている。太平洋戦争後、兵庫県宝塚市のイタリア料理店、アモーレ・アベーラの初代店主、オラッツィオ・アベーラが、スパゲティミートソースとして、店で出したのが、日本初という説もあるが、これは、関西書と見る資料もある。その後アメリカ新中軍ともに、 日本に伝えられたのが、それまでのイタリアンスタイルではない、現在のものに近いケチャップ味のミートソースである。これに影響を受けたキューピーが1959年に、缶入りミートソースを発売した。この缶詰商品のヒットが、家庭にミートソースを普及させる下地を作った。これに追随する形で各社が、スパゲッティソースの販売を開始し、近年では、 レトルト食品としての販売が主流となっている。ありがとうございます。